どうも、石岡が一のもんです。今日はですね、これ横浜カーセッション、横浜赤レンガ倉庫に若者の皆さんがですね、車を展示しているイベントに来てます。このね、後ろの3台は主催者3台の車です。ちょっと見てみます。フィアットバルケッタです。バルケッタっていうのは小舟っていう意味です。でね、船って名前の通りデザインがすごくて、ほら本当に高級なボートみたいな形をしてます。インテリアもスーパー豪華です。これマツダのロードスターに触発されて作られた小型のオープンの中の1台なんですが、実はこれプント系のパワートレインを使ってまして FF なんです。1985年登場のトゥデイは2気筒エンジンだけだったんですけれども、このマイチェン号のモデルからは3気筒になりました。この車低い前後ですけれども、ホイールベースを伸ばして前後方向に広い室内が特徴です。ペダルオフセットを回避するために運転席がセンターに寄せてセットされています。ルノークリオ V6 です。これクリオ FF モデルをベースにですね、実はエンジンをここから取り去って、ここに V6 エンジンを搭載したモデルです。で、日本ではルーテシアと呼んで、それを海外ではクリオって呼ぶんですが、実はここに展示されているモデルは正真正銘マジモンの左ハンドルのクリオでした。当時の、ね、ルノーの代理店は偉くて、日本仕様のルーテシアもちゃんと V6 がありました。一見86のように見えますけれども、外装類をよく見ると北米仕様のカローラ GTS ですね。これはかと見せかけて右ハンドルなので、やっぱりベースは86で USDM 仕様にしたってことなんでしょうか。合ってますか。アウトビアンキの A112 アバルトです。これはですね、後期の方のモデルなんですけれども、アバルトチューン、ガッチモンのアバルトチューンがされてまして、70馬力になっています。フィアット127の兄弟車という作りの A112、 これをアバルトがチューンして当初は58馬力を発揮してました。シリーズ3以降は70馬力にアップしています。で、撮影した現車はバンパーが大型化されたシリーズ6だと思うんですけれども、合ってますか。めちゃくちゃ珍しいシムカラリー2です。シムカはフランスのメーカーだけれども、フィアットの子会社で、フィアットセイチェントのようなリアエンジン構成で作られたのがシムカの1000。これに上級モデル用 1.3 リッターエンジンを搭載したエボリューションモデルがラリー2なんです。車好きのイベントというとサーキットに偏りがちですけど、こうやって一般の人が見れるイベント、いいですね。大変美味でした。ごちそうさまでした。